皆さんこんにちは。今日は令和3年度最後の定例記者会見ということでお集まりいただきましてありがとうございます。また日頃より、またこの新型コロナウイルス関連のですね、情報提供を含めて、情報発信にご尽力いただいて、記者の皆様には改めて、感謝を申し上げます。発表というかですね、報道もしていただいた通り、私自身がですね、コロナ陽性になってしまって、大変ご心配をおかけしましたこと、冒頭にまずもお詫びを申し上げたいと思います。まあ、おかげさまですっかり、元気に、なりましてですね、まあ、熱は2日ぐらいで下がって、喉の痛みだけがまた2日ぐらい残ってという形でしたけれども、まあ、後遺症もなく、元気に復活しておりますので、お越しいただければありがたいと思います。まあ、ご承知のように茨城県、まだまだですね、感染状況が収まっていない状況で、知事の方も記者会見がございましたけれども、国の方に延長要請ということで、まん防が延長される見通しになっています。まあ、なおさら、これちょっと気を引き締めて、まあ、若干こういろんな部分のですね、世界も全国も見ていると、上がったところはだいぶ沖縄も含めて下がってきているということで、もう少しの辛抱じゃないかなということをですね、感じているところでありますが、ぜひ市民の皆さんと一緒に戦ってまいりたいと思います。そんな中ですね、ワクチンの接種状況、先だって知事の記者会見でも市町村ごとの接種率が全部発表されましたけども、ワクチン3回目接種予想しても取り組んでいるところでございます。当初の3回目のワクチン接種状況についてはですね、2月の17日現在ということで1万598人が3回目接種を終了しております。接種対象者の接種率は 18.6% となります。また学校でですね、感染が広がっていることから、教育長をはじめ教育委員会の皆さんにご議論をいただいてですね、学校の先生方の感染対策として今月の11日に優先的に学校の先生方の3回目のワクチン接種を行いました。また今さまざまな議論を呼んでいる5歳から11歳の小児子どもたちについてはですね、小児コロナワクチンの接種を希望する方、あくまでも希望する方に来月3月ですね、5日6日の土日に接種が開始できるように関係機関、医療機関含めての連携をして準備を進めているところでございます。市民の皆様にはですね、まあ、学校、また保育所、幼稚園、本当に感染拡大している状況でございますけれども、まあ、やっぱり基本的な3密対策や手洗い、ない、これをご協力をお願いしていきたいと思います。またやっぱり経済の部分でもですね、飲食店のみならず、飲食店に納めていらっしゃる農家さんも含めて、または美容、利用、そういったところも含めてですね、また中小企業も含めて感染が広がって、従業員が1人、2人、3人と1週間、2週間、仕事ができないという状況で大変だという声がですね、経営者の皆さんからも上がってきている状況です。まあ、そういう部分も含めて、市民生活、また地域経済対策というものも、しっかりと声を聞いて、対策を引き続き、切れ目のない、事業を行っていきたいと思っています。さて予算、ですけれども来週からいよいよ2月の定例、議会が始まります。今議会ではですね、令和4年度予算について提案を行います。この令和4年度予算、時代が本当にコロナも含めてデジタル化も含めてカーボンニュートラルも含めてですね、大きく時代が変化していると実感をしています。まあ、この時代だけじゃなくてこの地域、この上層市においてもですね、さまざまな変化が手に取るように連日、確認されています。そういった時代の変化、多様なニーズ、こういったものを求められる今ですね、持続可能な自治体として勝ち残るために必要なことは常にですね、この変化し続けること、これを今年の9
でも含めてですね、今回の予算編成はここを肝に置きました。まあ、そこで、令和4年度の当初予算はですね、次の時代へ、躍進する予算、次の時代へ、躍進する予算と申し上げさせて、いただきます。ウィズコロナ、ポストコロナに向けて躍進する上層との願いを込めた内容になっています。コロナ感染症対策としてはですね、3回目接種、また先ほどお話しした5歳から11歳への接種などのワクチン接種予算等を計上しています。また道の駅整備、いよいよ建築予算ですね。それと産業団地の整備事業、これ新産業団地、工業団地を造成していきます。またにぎわい、雇用、自主財源創出へ向けて先導的事業を思い切って乗り込ませていただきました。その結果、一般会計ではですね、今年度より16億1300万多く、率にして 7.1% の増、243億7300万ということで、過去最大規模ということになります。詳細については後ほど総務部長から説明をさせていただきます。またもう一つ予算関係としてですね、これは補正予算で計上しますけども、財政調整基金についてお伝えをいたします。当市では平成27年のですね、関東東北豪雨で甚大な被害が生じて、その復旧復興のためにですね、貯金、財政調整基金を11億円、取り崩して復興に当たりました。この貯金を取り崩して貯金が減って借金が増えた水害でもありましたけれども、また今後もですね、いつこういう事態が起こるかわからない、可能性のある自然災害等の通常予算のみでは対応ができない部分に対してしっかりとですね、対応していくために、私自身就任して6年になりますが、この水害前のハード的な復旧復興のみならずですね、もちろん市民生活の復旧復興ももちろんでありますけれども、この財政的な基盤、特にこの財政調整基金をですね、水害前の状況に1年でも早く戻したい、これが何よりも私の目標でもございました。こういった部分で、水害前の水準まで、やっと6年かかりましたけれども、戻すことができました。そして、この戻すだけでなく、さらに、水害前よりも上積みをするという形で39億3000万円まで、水害前は35億ございましたけれども、これを40億弱まで戻すことができました。これからのあらゆる自然災害、またこれからの公共施設、小中学校の適正な位置も含めてですね、予算がかかるものも見据えた上での貯金をしっかりと蓄えるという形の予算編成をさせていただきました。最後にですね、大河ドラマ千姫誘致の件でございます。上総市は家康の孫娘千姫様による地域活性化を、もう以前から千姫ちゃまを市のキャラクターとして、また観光大使千姫様もいらっしゃいますし、毎年4月に行っている千姫祭りも御行事、菩提寺の御行事と連携して行ってまいりました。また姫路市主催のですね、千姫フォーラムの活動を通じて交流のあった姫路市、桑名市、この上総市3市共同でですね、昨年の10月29日に大河ドラマ千姫誘致の会を設立いたしました。千姫様を主人公とした大河ドラマ、これの誘致活動を推進していくことにしています。そして先月の1月18日はですね、3市の首長を揃って NHK 放送センターに要望活動をしてまいりました。
そして2月より大河ドラマ誘致機運情勢の一環として市民団体指導による署名活動が始まっております。この運動をですね、市内外をはじめ全国に波及できるよう上都市としても盛り上げていきたいと思います。また来週にはですね、大井川知事にも誘致要望について報告する予定になっています。ぜひ今日記者会見終了後、記者の皆さんにも署名活動にご協力をいただきますようお願いをしたいと思います。またこの誘致活動はもちろん大河ドラマになるのが一番でありますけども、何よりもこの市の情報発信も含めて、また姫路、桑名含めたですね、この都市間交流だったり、そういう部分のさまざまな部分で、上都市も 来年いよいよ道の駅が完成しますけど、そういったお土産だったりグッズだったりですね、商品開発、または飲食店での千姫様のいろいろな食だったりですね、この千姫様を題材にさまざまな経済活動の取り組みも市民の皆さん、また団体と一緒になってですね、進めていきたいと思いますし、子どもたちにとってもですね、市民にとっても上総市のシビックプライドを誇りにしていきたいというふうな思いで、この活動を推進してまいりたいと思います。その他、詳細については担当部長より説明させていただきますので、よろしくお願いします。以上です。